皆さんこんにちは、リーウェイズ株式会社の牧口です。本日はですね、ブロックチェーンの可能性ということで、不動産業界にブロックチェーンをどのように活用していくことができるかというお話をですね、お伝えさせていただきたいなというふうに思っております。まずビットコインでですね、注目を浴びたブロックチェーンなんですけれども、まあ、こういった仮想通貨での使われ方以外にもですね、ブロックチェーンというのはまあいろんなところで転用可能ですという話ですね。そもそもブロックチェーンって何かというと、分散型台帳技術って言われていますけれども、まあ分散型にすることによってですね、セキュリティが高まりますみたいな話ですね。まあ、こちらがイメージ図です。従来の中央集権型のシステムですね、リレーショナルデータベースみたいな考え方と違って、まあ、ブロックチェーンシステムってのはですね、相互にピアツーピアでつながることによってですね、まあデータの分散管理ができて、それによってですね、可用性が高くて信頼性が高いっていうところが、まあ実現できるっていう話ですよね。階層がほぼ不可能な仕組みになってるっていうところが、まあ、そのメリットとして言われています。逐一何らかの変更が全部登録されるっていう話ですよね。なので、まあ、ピアツーピアのネットワークで支えられているので、特定の地域のネットワークだとかトラブル、サーバーの故障とかですね、まあ、そういったことの影響を受けないっていうところで、非常に、ブロックチェーン自体が使えなくなる可能性が低いということで、可用性が高いっていうふうに言われています。使用集権型じゃないので、特定の人物だとか集団の影響を受けにくいのが、まあ、メリットって言われていますね。まあ、一方で当然デメリットもあるわけです。処理にかかる時間のことだとか、まあ一方で機密性は低いですよとかですね、まあスケーラビリティの問題があったりということで、まあいろんなデメリットもあるわけです。それをなんとか解決しなきゃいけないということですね。例えば、ブロックチェーンって全ての取引を記録するので、新しいデータの追加にはですね、承認作業のプロセスがまあ膨大に発生するので、まあ、その結果処理に時間がかかるっていう話だとかですね、まあオープンソースの技術なんで、外から知識があればどんな、まあ、情報が記録されているかってことがチェックしやすいっていう話ですね。一方で誰が送ったかっていうことを特定するのがすごい難しいっていうことですね。なので、例えばビットコインだとウォレットは誰でも簡単に作ることが可能で、必要であれば使い捨てすることができるんで、まあ、誰が送金を行ったのかってことを、まあ、隠しやすいシステムだってことですね。あとはまあ結構大きな問題はスケーラビリティですよね。まあ元々処理に時間かかったりして、まあネットワークが混雑しやすくなるんですけど、まあ活用が進めば進むほどですね、そのネットワークに負担がかかるっていうことでですね、拡張可能性みたいなものってのは結構難しいっていう話になってます。なのでそういった様々な問題点を解決しようということでですね、まあブロックチェーンの種類としては、まあパブリックで、まあ要するにビットコインみたいな誰でも不特定多数が使えるっていうシステム以外にですね、まあコンソーシアムといってですね、まあ複数の企業がクローズドな形で、承認審査も必要ですという形で作るだとか、まあ、プライベートですね、組織内だけでそれをうまく活用していこうみたいな形でですね、今までのブロックチェーンの問題点を解決するような取り組みというものも今研究がされています。でブロックチェーン今発展系ということで、まあ、3.0 なんて言われていますけど、まあ、ブロックチェーン 1.0 ってのはですね、まあ、基本的には暗号通貨のインフラ技術として使われているのが、まあ、いわゆるブロックチェーンの 1.0 ですね。でブロックチェーンの 2.0 ってのは通貨以外のトランザクションという形でですね、通貨以外のことにもまあ活用していくものがブロックチェーンの 2.0 ということですね。でブロックチェーンの 3.0 って何かというと、まあ、基本的にはスマートコントラクトだとかで代表されるんですけども、まあ、プログラム自体をですね、ブロックチェーン上に載せて改ざんされてないことを証明したいプログラムみたいな形の使い方をしていくっていうのが、ブロックチェーン 3.0 なんて言われたりしています。じゃあ不動産業界でどのように活用の可能性があるのかっていうと、まあ、いろんなところでの活用可能性は当然あるわけですね。例えば登記情報の、まあ、一元管理だとか、建物の履歴管理ですね、あとは契約の手続きだとか、まあ、まさに流動化ですね、セキュリティートークンとか扱う流動化だとか、まあ、IoT の情報管理だとかですね、あと口コミとかですね、まあ、そういったことの活用可能性が考えられると思ってます。実際に、まあ、土地の情報だとか、まあ、不動産の情報っていろんなところに分散して今記録されている状態なんで、ブロックチェーンを使うことによってですね、管理コストを低減して一元管理ができるだとか、まあ、不正な取得だとか反社の、まあ、提供とかっていうことを排除することができる可能性があるので、特になりそなしですね、地面師みたいな、まあ、前問題大きく問題になりましたけど、ああいったものが排除できるんじゃないかってことで、まあ、期待が高まってるわけですね。事例としてですね、ユビトクイティっていう、まあ、企業があるんですけど、ブロックチェーンベースユビトクイティパイロットウィズブラジルズランドレコードビューローって書いてありますね。このユビトクイティってところがですね、ブラジルの不動産登録局ですねと提携して、ブロックチェーン技術を導入したですね、公式の土地記録文書みたいなものを作成するっていう、まあ、パイロットプログラムを始めたみたいなこともニュースで報道されてまして、ブロックチェーンの有用性みたいなものっていうのが、まあ、改めて注目を集めるというってことですね。まあ、あとはセキュリティートークンですよね。まあ、こちら、マンハッタン$30 million プロパティ to be tokenized on blockchain って書いてありますが、まあ、マンハッタン、ニューヨークマンハッタンのですね、158平米
平方メートルですかの、高級コンドミニアムをトークン不動産として売り出しましたっていう話ですね。あのセキュリティートークンってそもそも何かっていう話ですけど、セキュリティってまあ一般的に IT 業界で使われている、まあ、保全の話じゃなくて、まあ、いわゆる証券業界で使われているセキュリティってのは有価証券のことですね。でセキュリティートークンってのはそれをデジタル化したものというふうにまあご理解いただければいいと思いますが、これは不動産のまあ収益を担保にですね、投資家からお金を集める、まあ、その形態がセキュリティートークンだっていう話ですね。でトークンすることによって何がいいかっていうと、まあ、いくつかメリットがありますということで、まあ機関投資家から個人まで小口化することによって広く投資が可能になるという話ですね。まあ、手続きは簡単になってくるということですね。まあ、不正を排除することもできるみたいなメリットも報道されています。まあ、こういった不動産に実際にまあ活用されている事例というのがもうあるということで、国内でもですね、いろんな企業がこういったブロックチェーンの仕組み使っていきますみたいな話で発表されています。例えば積水ハウスさんとかが、まあ、不動産の情報管理システムの構築をブロックチェーンでやっていきますとか、三井住友信託さんとかもですね、情報の透明性をまあ取引しやすい環境にするために、実証実験を始めましたとかですね、まあ、GA テクノロジーさんとかもそうですし、ライフルさんとかもですね、まあ、エスクローエージェントジャパンさんは、投機取引に関わる認証だとか決済システムで作っていくとか、まあ、シノケンも、民泊物件のブロックチェーン化とかですね、ラックスマウント富士ですかね、まあ、ここも不動産トークンみたいなこと言ってます。でアルクスっていうところもブロックチェーンによる、まあ、デジタルトークン化ですね、まあ、いろんな会社がですね、ブロックチェーンの活用っていうのに今取り組み始めてるっていう状況ですね。まあ、一番王道なのはあのエスクローエージェントジャパンの取り組みかなというふうに私は思ってます。不動産の取引に関わる決済は全てアウトソースする会社なんですけど、本間社長とは同じ新潟出身なんで懇意させていただいてはいるんですが、まあ、司法書士だとかですね、決済の時にまあ必要な手続き、そういったもの、売り主と買い主とのまあ情報のやり取りだとか書類のやり取り、まあ、こういったものは全部ブロックチェーン上でまあ完結すれば、まあ、透明性も高まるし保全もできるし不正も排除できるよねっていう話ですね。まあ、ここは今、実証実験かな、まあ、調査研究に入ったという話で、聞いてますね。まあ、非常に期待がされるところです。一方でですね、まあ、そのブロックチェーンの技術のまあ限界っていうのはやっぱりこのセキュリティですね。まあ、ここで言ってるセキュリティってややこしいんですけど、こっちは保全の方ですよね。安全性の問題がやっぱりあるっていうことですね。まあ、スマートコントラクトでブロックチェーン使うときっていうのは、これはまあプログラムなんでセキュリティを考慮しないといけないっていうことで、まあ、脆弱性使えちゃうとですね、経済的な損失が生まれるっていうことですね。まあ、例えば代表的な話だと、ザ・ DAO 事件ですよね。まあ、イーサリアム上のまあ分散投資のプロジェクトのザ・ DAO のシステムが脆弱性使われて52億円の被害が出たなんていうことは報道されましたが、まあ、それ以外にもですね、イーサリアムウォレットのパリティのマルチシグっていう機能の脆弱性もつかれてですね、時価300億円以上の仮想通貨の送金が一切できなくなったとか、まあ、そういった様々なセキュリティ上の今課題はまだあるわけですね。まあ、そうは言ってもブロックチェーンの技術の有用だっていうふうにまあ言われていますので、まあ、例えば登記だとかだけではなくてですね、まあ、建物の履歴、まあ、今本当に修繕したのかだとかですね、何月何日にどれくらい の補充工事をしたかだとかってこと一切どこでも記録にもないので、まあ、そういったものをブロックチェーンでちゃんと管理していきましょうってなったら、不動産取引のまあ透明性みたいなものも高まっていくだろうっていうのはまあ結構期待が大きいところですし、じゃあ口コミみたいなものとかをですね、ブロックチェーン上に今記録するようなまあネットワークとか作れば、まあ、それはもう改ざん不可能なんで、まあ、そういったところでまあ近解凍した情報管理ができるなんてことも当然考えられますね。まあ、ただやっぱり取引額が大きくないとこういった新しい取り組みってできないので、まあ、流動化、セキュリティートークン、オパリングですね、 STO の分野とかが、まあ、やはり一番初めに今出てくるんだろうなということで、まあ、実際いくつかのプロジェクトも今進んでますので、まあ、そういったことの動きですね、今後も期待して、ウォッチしていきたいなというふうに思っております。それではですね、本日の動画は以上とさせていただきます。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。